おはようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。4月8日土曜日の全国のお天気をお伝えします。上空の強い寒気の影響で北日本や東日本では大気の状態が不安定となります。日差しが届くところもあるのですが、急な強まる雨や雷雨、突風、ひょうなどにも注意が必要となります。関東は午後天気の急変にご注意ください。昼間は過ごしやすく感じられるところもありますが、風が吹くとひんやりとするところもあります。上着などでの調節が必要です。関東などは夜の方が朝よりも冷えますので、体調管理に十分お気をつけください。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。